反応ゴルフクラブは埼玉県反応市足刈ュ場に広がるゴルフ場である。埼玉県反応市足刈ュ場にゴルフ場の建設計画が持ち上がったのが1955年日本セメント株式会社の工場の計画が進められていた。しかし地元から反対運動が起こりその計画は実現しなかった。その後大東文化大学の移転の計画があったが 平島敏夫が現地を見て、ゴルフ場の建設を提案した。新たなゴルフ場の建設に向けて、1959年1月、株式会社反応ゴルフクラブが設立され、反応ゴルフクラブは、東谷伝次郎などで進められた。1957年、反応市に対しゴルフ場の建設を申し入れ、市が賛同し、協力を約束したことに始まる。 1957年2月、コース設計は、井上誠一の後を受けて、高野大カンツリークラブを開場させた、泉和介に、クラブハウスの設計を株式会社中山国旗、建築設計事務所に依頼した。1960年10月28日、18、ホール規模の株主会員制のゴルフクラブが開場した。コースは、歴史を感じさせる古木により、各ホールがられ、 バンカーが巧みに配された林間コースである。ゴルフ場の中ではオーソドックスな設定である。日本の女子プロゴルフメジャー大会の一つ、日本ゴルフ協会主催競技でもあり、日本選手権大会に相当する、日本女子オープンゴルフ選手権競技大会などの大会開催の実績がある。郵便番号のゼロゼロ一三埼玉県、反応市足��四百九十五番地。 ありがとうございます。